皆様こんにちは。中小機構経営支援部連携支援課中小企業アドバイザーの原田正光です。電子帳簿保存法における電子取引データ保存の義務化の開始が迫っております。今回の動画をご覧になり、すべきこと、やらなくてもいいことをきちんと認識し、義務化の前の準備を万全にしましょう。はい、それでは電子帳簿保存法の直前対策についてご説明してまいりますが、まず電子帳簿保存法については大きくこの3つの類型に分かれます。で、今回ですね、この義務化の対象となるというのはですね、この3番の電子取引のみとなりますので、こちらのこのスキャナ保存とかですね、お客様でもよく紙を全部スキャンしてですね、PDF に、令和6年の1月からしていかなきゃいけないんでしょうという形で勘違いされる方いらっしゃるんですけども、義務化の対象はこの電子取引ですね。紙を返さずにもう電子データだけで来るものですね。まあ、こちらが保存の義務化になりますので、紙をですね、全部もう撤廃しなきゃいけないとか、そういうことではないので、その辺の、アドバイスの仕方ですね、ご注意いただければと思います。はい、あとですね、この電子取引についても、やらなければいけない、取引データですねと、あとはやらなくてもいい、対策というのがございますので、そちらをいくつかご紹介しますが、まあ、例えばこの一問一答のですね、電子取引関係に載ってるんですけども、まあ、電子納税ですね、e-tax税、ダイレクト納付を行った場合のこの受信通知とかも今紙で保存してですね、保管されている方いらっしゃるんですけども、まあ、そちらも電子だけで、紙を返さないので保存しなければいけないかというと、まあ、こちらの一問一答にも書いてあるんですけども保存義務はありませんと、なっておりますので、こちらの、受信通知については対応する必要がないというところになります。あとはですね、まあ、電子でも来るし紙でも来るしというものですね。まあ、そちらはまああの紙を捨てちゃうよっていうんだったら取っとかなきゃいけないんですけども、紙を整頓するという場合はですね、こちらにも書いてありますけど、書面の保存のみで足りますというものになりますので、ご自身 の, かあの会社のですね、実際の1ヶ月の取引を見てみてですね、本当に電子だけで来てるものってどんだけあるんだろうっていうのをですね、一旦精査していただいてですね、本当にやるべきものですね、紙でも来てるからこれはもうじゃあ紙を生かしましょうという形で負担を抑えるということも十分可能ですので、実際にこのどんくらいの量があるのかというのをですね、まずこの準備期間のうちにですね、把握していただく必要があるかなと思います。はい、それからですね、こちら令和5年の税制改正で、まあ、緩和措置、ですね、あとはまあこの相当の理由があると場合の、猶予措置というのが設けられましたので、まあ、そちらをご紹介したいと思いますけども、課税売上高がですね、まあ、5000万以下、まあ、いわゆる小規模事業者の方に関してはですね、まあ、こちらのこの不要と赤くしてますけども、これは検索機能ですね、この取引年月日、取引金額、取引先、まあ、こちらの、が検索できるような状態で保存しなければいけないというのが一つハードルが高くて大変だというところになってるんですけども、こちら売上高が5000万以下の小規模事業者に関してはですね、まあ、全部もうこうダウンロードできるよと、この電子で保存してあるものですね、この期間からこの期間までのデータ全部ダウンロードできますと、まあ、そういうような、仕様になっていればですね、この辺の取引年月日とかの、情報で検索できなくてもいいですよという形の、緩和措置というのが設けられております。で、令和5年の税制改正でこの相当の理由がある場合というのの猶予措置というのが設けられたんですが、この相当の理由というのがですね、改正の時点では明らかになってないんですけども、つい最近明らかになりまして、この相当の理由というのはですね、こちらにも書いてますけども、まあ、システムとか、まあ、社内のワークフローの整備が間に合わないというような場合というところで、意外とあの緩い理由でですね、この相当の理由というのは OK だというところと、あとはですね、税務署への事前の申請とかは特に不要ですよというところで、ちょっとシステム間に合ってないんで、この検索要件を設けて保存することはできませんというような場合でもですね、まあ、猶予、その体制が整うまでは猶予しますよという形の
猶予措置が新設されました。まあ、ただしですね、ただし注意点として、こちらにも書いてあるんですけども、まだシステム揃ってないから、引き続き紙で保存しますということはダメですよというふうにこの取扱通達の 7-13 で書いております。まあ、令和6年の1月1日以降ですね、この検索要件は、保持しなくてもいいけども、この電子データ自体を保存するということは必要になりますというところになりますので、この相当の理由があるからうちは紙で保存しますと、それはダメですよというところになりますので、その辺ですね、ちょっと、勘違いしないように、注意していただければと思います。電子取引データ保存の義務化について必要な対応をご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。緩和措置や猶予措置がございますが、すべての事業者で何らかの対応が必要となります。やるべきこと、やらなくてもいいことをきちんと認識し、万全の準備をいたしましょう。中小機構では業務用アプリや IT 導入に関するお役立ち情報をご紹介するここからアプリ、経営課題や業務課題の整理から課題解決ツールの選定、導入、日常の情報収集まで各段階でご活用いただける支援策をご用意する IT プラットフォーム、さまざまなご支援をしております。ぜひご活用ください。本日はご覧いただきましてありがとうございました。